今はどうかな。ただいま。ただいま。今はどうですか？見えます？見えるかな？今は止まってますか？電波的にどうですか？今。今のところ大丈夫。よかった。一回電源切って、ちょっと Wi-Fi につないできました。はい。よかったよかった。どうなることやらと思いましたよ。よかった、復活した、よかったです、よかったです。はい、ただいま。今日は久しぶりに生写真撮影をしてきましたので、今日は髪の毛巻き巻きでやってきました。そう、あのね、前にみんなにさ、割と今日ジーナ髪伸びたねとかさ、ハラッチみんなに髪伸びたねって投稿更新するたびに、ジーナ髪伸びたとか言われたんだけど、実は髪の毛切りました、少し。だから今ここかな、胸ぐらいの長さになったんですけど、これまでは、あ、切るまではこれの10センチぐらいもし長くて、だいぶ短くなりましたね。だから印象自体は変わってないんだけど、長さは結構変わって、こんぐらいは切ったかな、このほっぺたからここぐらいの長さぐらいは切ったのかもしれない、こんぐらいは切ったかも。そう、ストーリーでね更新したけど、そう、10センチぐらい切ってちょっとセットしやすい感じになりました。あと前髪も増やした、ちょっと少なくったんだけど、ちょっと横幅をね、自分の顔が大きいのが嫌で、ここの前髪、この今わかるかな、これをね、この前髪を、本当はここにあるはずの前髪を触覚にしてたから、わざと。だから前髪の範囲がすごい狭くて、こっちも多分こっちも本来ここのものを顔をちっちゃく見せたいがためにここまでこう触覚に入れてたの。だから前髪がすごい量が少なく見えてたんだけど、美容師さんにお願いして前髪をちょっと増やしてもらいました。そう、10センチぐらい切って顔大きくないよ。前髪増やせますよ。試験勉強きつい、応援してほしい、頑張って、試験勉強頑張れ、ファイティンファイティンファイティン、あ、ファイ、なんて言うんだっけ、韓国語でさ、頑張ってっていうのファイティンみたいに言うよね。ファイティンみたいな、ファイティン。この前私イテウォンクラスを見終わったんですよ、全部。それでね、ちょいちょい韓国語字幕で見てたから、韓国語で聞いてたんだけど、韓国語って可愛いなって思いながら見てて、ちょいちょい日本語とさ似てる韓国語あるんですよね。何やったかな、まあそんなもんもありながら、まあ、イテウォンは結構ロスになって、韓国ドラマでハマったことってあんまなかったんですけど、イテウォンは初めてハマったものでした。うん、韓国を覚えられた、覚えれてないです。でも俺も何、
俺も来週昇格試験頑張れ、論文頑張れ、けんちゃなよけんちゃなよとか、けんちゃなよマシッソよ、じんちゃかむさはまりだ、さらんひょう、あ、愛し愛しとか、見てました。今日はいつもの配信時間より少し早いんですけど、鬼滅の刃のね。今日は今シーズンの最終回が今日はあるので、少し早めにリアルタイムで見たいなと思って今日は早めに配信しました。カンドラは絶対字幕だよな。そうだよね。でカンドラに限らず映画見るときは大体あの洋画とかは字幕で見てます。どっち派ですか皆さん。あでもあなんだっけイカゲームは吹き替えで見ました。字幕じゃなくてイカゲームは、うん、見れますよ。福岡でも鬼滅の刃見れるのだって。わあちょっと見れますよ。福岡だってね結構もう都会ですから。あみんな吹き替えで見てんの。はい、ねえ福岡はねもう都会ですよ今。小坂直ジーナは難波のシオンと話したことある？ありません。アジアで一番可愛い。そう、明日は、久しぶりの劇場公演なんですよ。やったー！久しぶり！久しぶりに劇場の公演が復活ということで、楽しみにしてるんですけど、来てくださる方いらっしゃいますか？なかなかこの時期また公園に来るのもね勇気がいると思いますけど、明日から劇場再開ということで楽しみにしてます。なんか久しぶりの公演すぎて本当に体力の心配、衰えがすごく心配で、あと衣装問題とかもすごく心配で、とにかく体力が心配すぎますね。あそう明日バレンタインだよ。そしてしかもそう今日生写真撮影リコと一緒だったんですけど、リコと一緒に明日の公演についてちょっと話してて、明日さ久々の公演大丈夫かなみたいな、明日リセットやんかって絶対踊ってないし、1ヶ月ぶり、そう約1ヶ月ぶりの劇場公演でずっと踊ってもないし、だから体力絶対やばいよみたいなずっと話してました。衣装もずっと着てないし、チョコレート配る？配らない、あ、配ろうかなと思ってたんですけど、手作りはさすがに今無理なんで、そうですね。スタッフさん方に毎年バレンタインのチョコレートをあげてるんですけど、今年は買ってあげようかなと思います。まあ、毎年買ってるけどね、手作りはあげない。みんなはバレンタイン誰かにあげたことありますか？バレンタインは平日の私、ジーナのチョコ欲しい、本当？僕にください。見に行く場合本当ですか？甘栗配る？あ、引っ張るね甘栗。
誰かが作ってきそう。そうかな。そうだね、甘栗チョコにしようかな。甘栗にチョコレートかけて完成のバレンタインにしようかな。浅草の日からずっとテレザさんの曲聴いちゃう。私はバレンタインの思い出とかみんなあるかなって話すと思うけど、6年前から密かに応援してるファンです。ありがとう。いつかまた会いに来てね。私は小学生以来チョコをもらったことありません。そうだな。私のバレンタインの一番の思い出は、小学生の頃に好きな男の子がいて、でその好きな男の子に小学生の頃ね、あのチョコレートを持っていこうとしたの。手作りチョコ、トリュフのね、もうまん丸のめっちゃ美味しいトリュフチョコレートは自慢だったから、それを友達とかにもあげたりとかして配ってたんだけど、好きな男の子にも配りあげたいと思って家の前まで持ってったんだけど、家の前まで行って勇気が出なくて、結局それを家に持って帰って一人でしぶしぶ食べたっていう思い出があります。唯一のバレンタインの思い出です、それが。あとはメンバーにあげてました。あとはメンバーとスタッフさんですね。いつもバレンタインチョコあげるなら、あとお父さん、お父さんめっちゃチョコレート好きだから、いつもお父さんには手作りのチョコあげたりとかしたけど、でもお父さん買ったチョコレートが好きなんで、結局悲しいことに、あの手作りよりも買ったチョコレートが好きみたいなので、あのもうここ8年ぐらいはもう手作りじゃなくて買ったのをプレゼントしてるんですけど、でも最近ね、私ちょっと何スイーツ作りにハマってるというか、なんか趣味になったんですよ。なんか図工とかがし、なんかすごい無性に図工がしたいと思ったの。図工、何かものを作りたいって思って、あのなんていうの、小学生の時にさ、夏休みの自由研究とかあったじゃん。その自由研究の時に、なんかこうケーキの、粘土で作るケーキの置物とかストラップとか結構作ってたの。そういうことがしたくて、でも今別にストラップとか作りたくないなと思ったので、そこで自分がやりたいと思ったのが、そのケーキを作ることとかスイーツ作るのが、なんていうの、その食べるというよりも作品を作りたいって感じだったから、だったら本物作っちゃおうってことで、最近ちょっとケーキ作りとか、あのクッキー作ったりとかしてるんですよ。そうで、最近アップした何インスタの投稿にチョコレートケーキ載せたと思うんだけど、あれもあの不意にクリスマス前にケーキを作ったんですけど、それは生クリームがドロドロになっちゃって失敗したの。だから絶対にいつの日かリベンジしたいと思って、ついこの前ふと思い立ってリベンジしたらめちゃめちゃうまくいったっていう、とてもいい話です。シャンプーは何を使ってますか？いろいろ使ってるけどな。なんか最近紅茶の香りがするシャンプー買ってめちゃめちゃいいです。結局あげれなかったエピソードが一番キュンとする。お父さん板チョコみたいな腹筋してるもんね。そう、お父さんマジでね、お父さん本当に腹筋綺麗、本当に尊敬する。あんだけストイックになれるっていうのが、うん。何を改善したん？そう、なぜ私がリベンジで成功したかっていうと、その一個前のケーキの時に、なんであの生クリームがドロドロになったかっていうと、
作ってる時に生クリームをね混ぜてる時にあまり混ぜすぎないでください、ボソボソになりますっていう助け舟みたいなメッセージが入ってて、でその時点でもう私結構生クリームもう混ぜちゃってたの。だからあやばいボソボソのケーキになると思って、どうしたらいいんだろうって思った時に、あじゃあちょっとお湯で温めたらクリーミーに戻るんじゃないかって、トロトロに戻るんじゃないかって考えついたの。それで私が一生懸命ウィーンって混ぜた生クリームをお湯でちょっと溶かしたわけ。お湯で湯煎でこう耐熱ボウルに入れてね、そしたらいい感じにドロドロになったんだけど、だけどそれで作ったらもう全然へばりつかなくて、全然ついてくれなくてスポンジに、でそれでドロドロのケーキが完成したっていう。でもめちゃめちゃ美味しかった味はね。そうでも今回はそれを得てうまくいきましたという話です。そう失敗は成功のもとと本当にそう思います。うん、その時は生クリームとしてそう生クリームにはねちょっと数があったんで、買ってた数も少なかったんで使わなかった、そういうことね。最近標準語キャラな、あー確かに、いや博多弁使う時もあるとよ。なんか普通に話したら博多弁っちゃけど、こうやってねリラックスして話したら全然博多弁出るっちゃけど、なんかなんていうの、やっぱり難しいよね。たくさんの人が見てると思うと敬語になっちゃう。わかるかな、博多の人はわかると思うな。まあ、キャラでやってたっていうか、まあ、あれはキャラでやってたわけじゃないからね、あれはもうナチュラルに博多弁出ちゃってたって感じだからね。えそれ作り込んでたっていうか、キャラじゃないっていうか、まあ、今日たまたま博多弁が出らんっていうだけで、あ今ほら出たじゃんやっぱり、そういう感じよ。何言ってんだかって感じなんだけどね。ね何言ってんだかって感じ、同期という時は出てると思いますね。そうなのよ、うさんくさだってナチュラル、無駄に発音いいんだ私って、特技、私の特技、つまらない特技だけど無駄に英語の発音とかよく言えるっていう、ナチュラル、トマトとか、アップル。もうみんなつまらんことなっとうやん全然これにか私のこの英語に関して何も返信してくれてへんやん。教材のアナウンスみたいになってきた。おーいいね、ペンパイナポアポペン、いや上手、ありがとう。そう、あ明日バレンタインだからチョコレートを発音よく、いいね、チョコレート、チョコレート、どう発音いいやろ。英語の発音いい話飽きたもんだって。確かにこれさ10年間言ってんだよね。10年前からなんかちょく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 言って、確かに私のこのものは飽きた。あじゃあ
そうじゃのー。特技は、あ、まあいろいろあるけど、まあ言わんとこ。そう。まああとは、話すことといえば、あ、最近 JR 九州のロケに行きました。熊本にくるみと葵ちゃんと3人で行ったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったので、多分2月の、まあ、後半あたりにその JR 九州さんの YouTube ロケが YouTube でアップされると思うので、ぜひその時は見てください。めちゃめちゃ楽しいロケだった。美味しいご飯も食べれたし、すごいね、なんていうの、自然にパワーをもらったロケで、とっても楽しかったのでぜひ見てください。今の特技なんだっけ。そうだな、今の特技は、開脚熊本の人吉だっけ。そう、人吉。あ、生誕祭はいつになりそう。あ、生誕祭はですね、まだ私も来てません。いつになるかわかんないので、またまあね、いつになるかわかんないですね。2月中にできないと思うんですよ。多分3月あたりにできるんじゃないかなと思います。私の生誕祭はちょっと遅れちゃうと思います。待っててくださいね。だいぶ空きますけど。熊本の美味しかった食べ物は、昔家族と熊本県によくご飯を食べに行ったんですけど、家族とよく行ってたのは馬刺し。馬刺しはお父さんがわざわざ熊本に買いに行って、あのお家に持って帰るっていうこともあるぐらい本当に馬刺しが美味しいです。最近女子バレーボールを見に行くのにハマっています。女子バレーボールってどういうこと。そう、試合の時に見に行くのかな。試合ってさ、自由に出入りできるのかな。私も中学校の頃はバドミントン部に所属してて、で大会とかに出たりとかもしてたんだけど、まあ言うてね、私中学1年生は入らなかったの。中学1年生は帰宅部で、で2年生からバドミントン部に入ったんだけど、だから全然周りの同学年の子と同じレベルになれなくて、で大会それでも出てたんだけど、私はねすごい弱くて、強い、だってさ、1年生からやってる人と、1年生の時からやってる相手の人とやるわけよ、大会勝負するのは。で私はその勝負やった時に21点でバドミントンは勝つんですよ。21対2の2点の方だったっていうのが私のバドミントンの大会の伝説で、それぐらい弱かったんですよ。でもバドミントンのおかげですごいね、あの手首のこの力の入れ具合がすごい上手みたいで、あの青春体育部っていう HKT の番組も終わっちゃったんですけど、それで腕相撲のナンバーワンを決めようっていう HKT のメンバーで何人かでなった時に、多分バドミントンのこのラケットのこの動きが役に立ったのか、ここの多分バドミントンラケット振ってここの腕の筋肉も他の人よりも強いだろうから、その時に腕相撲はチャンピオンになりました。だからね、バドミントンをやって無駄なことはなかったんです。しかも毎日4キロ走ってたから、中学校の何あの持久走とかも何百100人ぐらいで9位ぐらいだったの。すごくない？
まあ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 、とんでもない、とんでもすごくないです、とんでもないです、とんでもないです、ありがとうございます。いやもう全然すごくすごいとかじゃない、うん、とんでもないです。絶対ジーナが腕相撲優勝だと思った。なんで、なんでわかったの。でもそう、コンバットマンさんがそのメンバーで誰が優勝すると思いますかって言った時に私選んでくれたので、それで優勝したから、なんかそれもすごいコンバットさんの期待に応えられたっていう思いで、それがすごく嬉しかった。今まで誰が勝つと思いますかって言われて私の名前が出たことってあんまなくて、だからそこでコンバットさんが名前出してくれたっていうのが嬉しかったですね。新宿雪すごい降ってるみたい。そうなのねえ、こっちはさもうほんと暖かくなったんですよ。東京がなんかすごいすごいとこから音出た。東京がすごい雪降ってるって、寒いって言ってる時、最近福岡ちょっと暖かくなって、そうなんです。うん、人気さんも見てたね、まさやさんも見てた。陸上部じゃないのにすごい人ありがとうございます。体格かな、まあ身長もあっただろうね。うん、コンさんのことをコンバットさんっていう人久々に見たかも確かにコンさんって普段言うけど、なんか今コンバットさんって言っちゃった。もうすぐ今日は鬼滅の刃どうしますか、楽しみだね。前回鬼滅の刃さめっちゃ映画みたいに終わったよね。あれどうなるんだろう、し漫画見てないからさわかんないんだよね。でもまあ今すごい顔面アップになっちゃった今ね。いやまた劇場公演もずっと休館でしたけど、やっと明日から再開ということで、また皆さんに元気を届けられる場所の劇場を使って、私が何だろう、この劇場っていう場所をもうやっぱ休館とかすると改めてその大切さに気づくというかね、もう長いこと出てるからっていうのもあるけど、改めて毎回毎回休館になると思う、気づかされる期間なので、これからも劇場公演をね大事にしていきたいなと思います。誰が好きですか。私はあれです、断然義勇様です。義勇さんが大好き。義勇さん、でもやっぱり最近の活躍してる柱、派手好きの名前なんていうか忘れちゃった、かっこいいよねめっちゃ。あ、うずいさんだ、うずいさんかっこいいよね、かっこいい。そう、前にスシロー行った時にその鬼滅の刃とのコラボやってて、そのガチャガチャ、あ、スシローじゃないか、違うわ、はま寿司かな、でキャンペーンやってて、でガチャポン出てくるんですよ、お皿入れたら、でそれで5枚入れて当たったらガチャポン出てくるみたいなやつで、
そしたらうずいさんだった、そのキーホルダーが。あ、くら寿司だ、もう何回間違えんねん。くら寿司です、すいません。くら寿司行った時にガチャポン引いたらうずいさん出てきた。甘地みつるはジーナに似てるよ。本当？可愛い子だよね。うん。あ、なんかまた名前が違うんだ。ごめんなさい。本当にごめんなさい。うん、地味にガチャポン外れると落ち込む、わかる。さあ、今日はメイクさんにメイクしてもらったメイクです。まつげがすごく長いです。はい、ということでこの辺で今日は終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。また明日から劇場も再開するんで頑張っていきたいと思います。あ、本当？気づいたね。女の子はよく気づくね。ありがとう。ということでブラウン系、あ、そう、今日はねすごいシンプルです。ナチュラルな感じに仕上げてもらいました。舞浜フェスもね決まりました。そうです、いろいろ決まってるので、あのぜひともねイベントとかの詳細とかはツイッターの方にリツイートとか引用リツイートとかして番宣してんで、あのツイッターよかったらフォローしてない人はしてください、はい、じゃあ最後スクショタイムして終わります。もうだいぶ口の色がなくなっちゃって、喋ってたらだんだん乾燥しちゃう。OK。 じゃあ今日はありがとうございました。まったりまったり配信でした。はい、じゃあまた来週も見てください。ありがとうございました。バイバーイ。